GM チャンネルスタッフゲームマーケットスタッフによる GM チャンネル、今回の担当はしのぶとみっくーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、あれが明けてね、ついにヘパイスト杯僕たちも実況でやっていけるようになりましたんで、でね、はい。あ、いいですよ。今回はミックがね、解説とかやっていくんで、とりあえず一旦ね、はい、行きましょうか。行きますか。じゃあもうやっていいですか。いいですよ。僕のね、いろんな立ち回りが多分あると思うんですが、まあ参考になればいいなと。そうですね。はい。イフロアメは僕はフェンニルウィズ使っちゃいますね。で、あ、これ全部お邪魔消えたかな。消しましたね。本当はお邪魔残ってるんですよね。残しとく。そうですね。残しとくがなんですよね。で、次、色があるんで、一応全色というか、盤面によっては、スキルなしでもいけちゃいますね。あ、そうなんだ。いけちゃいますね。ちょっと最大ではないんですが。これ逆に、1回走をスキル使わないと。あ、全然ありですね。それでもじゃあ全色消して、ちょっと落ち込ん乗れば倒せる時がありますね。意外と2体攻撃が見そうだね、これね。そうですね。僕は1コンボで毒で倒してます。ギョルムンガンドのスキルを使って3回層は突破する。で、ここは基本僕嫌なんですぐ消しちゃいます。お邪魔プラス3色で倒せるので、お邪魔プラス3色、何でもいい色は、色はそうですね、何でも大丈夫だと思います。水木比とかでも倒せるどうなんでしょうね。でもほぼほぼそれでいけると思いますよ。なるほど、ね、僕はそれで全部やってて残したことないんで、これない時は、それでですね、まあそうだろうね。あ、そうですね。で、落としできた、落としだ。これでお邪魔を残せましたね。ちょっと色がしんどいっすね。4つつなげちゃいます。ここで本当は僕最大ダメ狙っていきたいんですよね、ただこれで倒す感じでキラーが乗ってね、神キラで、足りないんで打っていきます。ごちゃ混ぜにしようかな。うまいこと落ち込んしてきて、はいと、立ち回りはこういうふうにやってるよっていう感じですかね。そうですね。はい、こんな感じですかね。はいはい、立ち回りはこんな感じになってますよと。ということで、じゃあ、次は、どのくらいなので、118000円くらいですね。じゃあ、この後は、僕とミックで、スコア対決をやっていこうと思います。はい、じゃあ、行きましょうか。行きましょうか。じゃあ、僕からで。はい。さあ。おお、ギリ3つ残した。ここで900倍を出していくですね。多分これでマックスは取れたんでしょうか。ありがたいですね、それは。これがまたなんか動揺させるんですよね。そうね。さあ、144倍出してワンパンして突破と。はい、次3回走。ここでピカッと。いいですね。ありがたいです。山が豊富。だいぶ早いんじゃないですか。240秒でここ突破できるっていうのは。次だね。かなり調子上がってきましたね。タイガーかなり上々だぞ。タイガー結構スキル使っちゃいましたね。あ、全周変わる。全リリースを使って、つなげていくスタイル。さあ、ワンパワー確定でしょう。175秒。はい。いやー、これで何点いくんだろう。はい。結構いい得点いったんじゃない？もしかすると。このぐらいですね。12万8000。8000ですね。12万8000ですか。ちょっとやばいな。俺12万8000まだ一回も出したことないぞ。感じですかね。ちょっとちなみに最高はちなみに今このぐらいです。ギリ12万9850。なるほど、分かりました。じゃあ次は僕の端末へ行きましょう。はいはいはい、僕の端末に来ました。行きます。色があるぞですね。お邪魔残して。お、危ねえわ。この指定は結構焦らされますよね。焦るね。あれはね、そうですね、焦るんですよね。はい。ちょっとコンボして、そういい感じで。ここで考えてるんですかね、パズルを、うまいパズルを。おお、いいですね。お、5コンボ。お邪魔もありますね。あるし、色もある。完璧ですね。このパズルっていいっすね、たまに見るのは。うん。そうね。たまに。たまに、あんま見る機会ないですからね。そうだね。そんなに。お、ここでフェンリル、まあ色を多分加味してるかもしれないですね。そうですね。色合いのバランス。ああ、微妙だな、色。ああ、これは、2色欠損してますからね。やむなくってとこですよね。ここで、最大限取るか。あき。ちょっと迷っちゃったけど、どうだろう。さあ。うわ、低いな、コンボ加点。12万5000です。あー、負けたー。ガチャ券ですか。え、何なんだって。やばいです、やばいです。いやね、1ヶ月ガチャ金かけて勝負するって言ってた。ただ、僕は2回。ミック5、6回ぐらいやってた。まず、めちゃくちゃボスで死ぬっていう。そう。ボスでね、ゲームオーバーになるっていうね。安定感は僕の方が上っていうことですよ。結果。僕2回で12万5000。ミックは5、6回だっけ ?5、6回か、それ以上やって、ようやく12万8000が出たんです。いや、完全に僕の敗北みたいな言い方やめてください。完全に僕の負けじゃないですか、その言い方だと。安定感は俺の方が上。まあ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 。まあね、そんな感じでね。はい、まあまあまあ、このくらいの点数だったら何回かやれば出るんですけど、結局ね、1% 以内に入らなきゃあんまり意味ないんで。そうですね。うん。まあ、パズルのスピードをとにかく速くかな。まあ、あとは本当に。盤面も正直ありますし、そうだね。まあそうですね。技術的要素の方が大きいよね、ここ。どっちかっていうと、まあ、今回人変換をさ、使う可能性も出てくるから、はい、人変換とかランダム変換をめちゃめちゃ使う可能性も出てくるから、完璧に技術だけとは言えないんですけど、はい、ランダム要素もあるんですけど、でも何より技術かな、やっぱり。上手い人はやっぱり高得点取ってる。取れますね。全然。やっぱ試行回数、上手いとさ、試行回数を減らせるからいいよね。減らせますね。うん。結局どんだけ買うんだからですね。そうそうそう。結局さ、そこでさ、他のことできるじゃん。そうなんですね。高得点取っちゃう人って。はい、その後だって、いろいろイベントもあるし、うん、そういうこともできるんで。ブライダルガチャも来ますしね。そう。それな。シェアと欲しいです。あれは持ってる。あ、そうだ。あと思い出したんだけどさ。はい。スカマリ持ってますよ。あれそれもう今日からでしたっけ？そうそう、今日の18時から。あ、そうなんですか？いないけど。進化させますか？せっかくなんで。いないけど。いないんですよね。いないんですよ。これでいなかったらビビるよ。いないのかい！ガチでいないんですよ。なんか、労働みたいにしないとダメですね。え？なんか一回データ更新みたいにしないと。あ、そうなんですか。僕も。あ、てか2体持ってるんですね。そうだよ。いいじゃないですか。これ、シェアとは1体は絶対って感じだ。まあ、でも別に俺、エスカマリ取れればいいかな。あ、またエスカマリ狙いなんですか？いや、ぶっちゃけ、シェアとかガディウス狙いでいくけど、はい、別に、まあ、あれでいいかな。はい。おまけ。おまけですね。幸せにしてくださいね。超可愛くない？台本になかったですかね、これやる。なかった。台本、そもそも台本ねえし。なんか、ちょっと、ブライダルの件なんですけど、回復、あれ多分新しい覚醒スキルですよね。なんかチーム回復量アップみたいな感じのアイコンで。で、まあ、エスカマリ自体 HP がアップするっていうところで、なんか個人的には、火力やばいんだけど。144倍とかじゃないですか。12倍とか。マジ ?12×12。多分 HP、1.553 倍、みたいな。で確かそんな感じでしたね。かなり火力もぐっと上がってますし、あと、火力が上がったサツキとか、確かサツキが回復新しいのが出る。30% だっけ？あ、そんなにですか？いや、嘘、ごめん。ついた。まあ、ただちょっと入れてあげるのもいいかな、みたいなのもありますしね。この子火力やばいぞ。144倍、まあ、じゃあ、100倍以上の倍率、プラス泥強ついてるんで、まあ、お察しですよね、火力としては。そうだね。簡単に1000万出るんだけど。これさ、よぐそ通すより使いたい。あー。わからんけど。どうでしょうね。僕、よぐそトゥース持ってないんだ、わかんない。よぐそトゥース。よぐそトゥース。よぐそトゥースじゃなかったでしたっけ？よぐそトース。よぐそトースですか？つうか、俺なんか3つ消ししたわ。3つ消ししてましたね。あ、これ倒そうじゃん。いや、いいですね。火力の調整も。元で多分、倍増かかってるので。そうだね。3倍。9倍でかかってるんで。これは、これさ、もしかするとさ、これでいけちゃったでしょ？いけたんじゃないですか、今の感じだと。これ4つ消しなかったとしても多分100万いってるから、今までね。これ簡単になるね、デビラ。はい。まあ、いいっすね。いや、いいね。強いね。強いしさ、可愛いってのが一番グッとくるよ。いいっすね。こんなお嫁さんと結婚したいですね。そうだね。それはね、俺ね、常日頃思ってる。持ってるんですけどね。なかなかね。いやー、いいですね。HPは87000ありましたし。安定感はさ、まあ、ヨグソトースより上で。まあ、比較対象がちょっと違う気もするけど。あっちは丸分持ってるし。火力がバカ高いから。あ、バインド持ってますよね、バインド。そう、バインド耐性持ってる。まあ、バインドとかにはちょっと許されると、弱いかもしれないですけど。いいね。112、144ですね、実際に。112だから。でも、覚醒もちょっと増えたかわかんないんですけど、元が多かったんで。多分ドロップ強化増えてそうじゃね、1個。1個ぐらい増えてそうですね。あ、いや、増えてねえわ。あ、増えてないですか。まあ、それ以上増やしてもって話ですけどね。そうだね。前回。ただまあ、ステータスもぐっと上がってますし。うん。いやね、攻撃力が2500は高いわ。高いし、てか、捨て高い、基本。高いですね。幸せにしたい、してあげます。ね、幸せにしてくださいねっていうか、もう幸せにさせてくださいっていう感じです。このレベルの可愛い女の子。まあ、僕はあと今回はシアトを狙ってって感じですね。シアトもかなり強いですから。ね、あ、そうなの？俺、シアトのデータ見てんねん。あ、見てないですか？うん。見ます？いや、いいや。あんま興味ねえみたいな。はい、帰りたいですね。じゃあ、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。はい、この動画が良かったらね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい。そして、後ろの方に、いろんな動画ありますんで、そちらもぜひ見てください。皆さんは、ランダン、どのくらい行ったでしょうか？コメント欄の方までお待ちしております。僕より早い人は僕の投資に火をつける感じになるんでね。ぜひぜひ、お待ちしております。それでは、さよなら！さよなら！新機能実装！ iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで！ GM コイン